皆様こんにちは。今回は朝のスキンケアを紹介していきたいと思います。で、私は洗顔はしないんですけど、週に1回だけ洗顔するんですけど、その他もすべてこれ朝の拭くだけ洗顔水を使って拭き取りをしていきます。で、このシルコット拭き取りポットを使って洗顔をしていきます。で、化粧水これを使います。ソルファスの化粧水。私は乾燥肌なので、あんまり洗顔をしすぎると乾燥しすぎてニキビがすごくできるので、この拭き取りの方法に変えたらすごく肌の調子が良くなりました。あ、オイル塗れなかった。本当はこの化粧水の前にこのオイルを塗るんですけど、ちょっと今も塗ります。次、美容液。これデイリーブライトニングセラムを使っていきます。乳液が切れてるので、この胃肌のバームを薄く、乾燥が気になる部分になります。はい、完成です。割とオイル塗ってるんですけど、サラサラのオイルなので、塗ってもこのままメイクしても崩れないです。で、バームをのせてるのにすごいね、ツヤが出て、メイクしても、メイクでパウダーをのせてもそのままツヤは残ってくれるので、このツヤ肌メイクにもスキンケアは大事です。はい、こんな感じで今回は最近の私の朝のスキンケアです。はい、こんな感じです。まあ、乳液が見つかってないので、それを早く買いたいと思います。はい、とりあえず今のところ落ち着いている朝のスキンケアはこんな感じでした。最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。